ではテーマが初めの一歩の手話解説2回目です。よろしくお願いいたします。初めの一歩、初めの一歩なんですけども、初め、初めてっていう手話なんですけども、じゃんけんパー、私の場合は右利きなので左手のパーを下に向けた形で、何もないところから右手じゃんけんパーを上に乗せておいて、右手のね、人差し指、爪が上に持ち上がっていくようにして、そうすると自然と他の指がね下がるでしょう。これで初めてっていう手話になります。これは何にもないところから島や国が隆起していく様子を表しています、ね、初めて国ができる、初めて、大地、何もないところからこう国、島ができていく様子なんですね。これで初めて、で初めの一歩、じゃんけん、両手じゃんけんパー、手のひらを下に置いて、これが足の形、足を手で表しますね。足を一歩前に出して、初めの一歩と表しています。初めの一歩ね、初めの一歩と表しています。一歩ね、これで歩くっていうね手話ができますね。じゃんけんチョキを下に向けて足を指で表して、これで歩くという手話もできるんです。なので初めの一歩は指で作ってもできます。初めの一歩、初めの一歩ね、一歩でも OK、 一歩でも OK です。今回はステージで広い場所でやります。で、ね、皆さんも一緒に歌って、手話で歌っていただきたいので、この方が簡単ですかね。ね、好きな方で構わないです。はじめの一歩、明日に一歩、明日に一歩、明日は今現在がここ、今日、自分の前が今日、今現在で、将来、未来に一日未来を表します。です。これで手のひら側を1をね、1にして前に向けたまま、明日でも OK、 もしくは自分に向、自分の方を向いていた指をくるっと回しながら、将来未来の側に指を持っていっても明日です。初めの、初めの一歩、明日に一歩、今日から、今日からっていうところは、今日以降っていうふうに、今日よりもあと、今日よりも未来、将来を表しています。あの、今日からでも構わないです。何々から、何々から、何々からっていうね、手話を使って、今日からでも構わないです。一応ね、昨日とか今日とか明日っていう手話を使ってるので、この過去から現在未来を使う、この動きを使って、今日からで表しています。今日から何もかもが新しい、何もかもが新しい、いろいろっていう手話なんですけども、色、絵を描く時の絵の具のキャップをね、こう開ける、
こう仕草をして、これで色っていう手話、色色っていう手話なんですけども、この親指と人差し指でこのキャップをこうねじる仕草で、これで色色色色色色っていう手話があります。で、手のひら片手、左手はまあ添える形で、これで色色ってやってます。色色。やりにくいと思ったらじゃんけんグー、親指と人差し指で、親指、そうです、と上、親指を上にしていくような、上、親指と人差し指やったら親指を上にしながら横にずらしていって、いろいろってやっても覚えてもいいし、まあいろ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 、ちょっと難しいですけどね、やってみてください。いろいろで、何もかもが、今日から何もかもが、いろいろが、新しい。新しいって手話は、じゃんけんぐーよりもね、ちょっと、溜めてる感じなんですよね。じゃんけん、ぐーというよりも、親指に他の指全部を集める形かな。この形でパッパッと前に表す、前に広い、前に向かいながら広げていく様子なんですけど、これはあの歴史上の人物の似た吉貞さんですか、ちょっとお忘れちゃいましたけど、新田さんっていう方がいらっしゃって、刀をこうね、あの渡す、投げる様子刀をこう差し出す形でね、これで新田さんの、手話表現で新田って新しいっていう感じがつくんで、それで新しいっていう説明もあるんですけども、あとは、新しい服を着て、ね、ここがピカッ、ハイカラー、なんですかね、あの、学生さんがこう、とか、会社員さんとかが服を着て、ここがピカッ、ピカッ、ピッとなってる様子で、新しいとかね、いろんな説はあるんですけどもね、まあ、ちょっとわかりにくいかな、説明がね。親指と他の指全部くっつける、溜める感じですかね。これで新しい、新しいっていう手話です。難しいかな、ごめんなさいね。新しい、今日から何もかもが新しいってやってます。曲に合わせると今日から何もかも、何もかもが、こう、溜めて溜めて、新しいってやってます。今日から何もかもが、新しいってやってます。ここまで、またねー。